お元気ですか、ポクシュビです。今回は2023 NPB ベースボールカード開封動画後編8パックやっていきたいと思います。じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。ではですね、後編の1パック目でございます。日ハムの北山選手です。で、西武の中村選手でございます。で、ロッテの田中選手でございます。日ハムの浅間選手でございます。ソフトバンクの東浜選手でございます。で、楽天の庄司選手でございます。オリックスの紅林選手でございます。で、巨人のこれはウォーカー選手でございます。現在はソフトバンクに在籍しております。広島の栗林選手でございます。阪神の大山選手でございます。巨人の萩尾選手でございます。ヤクルトの、吉村選手でございます。横浜のこれ大和選手でございます。中日の大野選手でございます。2袋目でございます。日ハムのこれは金村選手でございます。西武の外崎選手でございます。これはロッテの松川選手でございます。オリックスの杉本選手でございます。ソフトバンクの三森選手でございます。で、楽天の駒子選手でございます。で、中日のこれは大島選手のこれカードでございます。広島のこれは内田選手でございます。阪神の近本選手でございます。巨人の坂本選手でございます。ヤクルトの塩見選手でございます。横浜のソト選手でございます。中日のマルシネス選手でございます。で、ロッテの吉井監督でございます。3袋目でございます。西武の増田選手でございます。ロッテの井上選手でございます。で、日ハムのこれ今川選手でございます。ソフトバンクのこれは中村選手でございます。楽天の住谷選手でございますが、現在はね、西武ライオンズに在籍しております。オリックスの、これは曽谷選手でございます。で、選手解説で西武のこれは高橋投手のカードでございます。広島の森下選手でございます。阪神の青柳選手でございます。巨人の、ね、原辰徳前監督でございます。広島の、マクブルーム選手でございます。ヤクルトの、青木選手でございます。横浜の牧選手でございます。中日の小笠原選手でございます。4袋目でございます。西武の松本選手でございます。ロッテの、友杉選手でございます。日ハムの今川選手でございます。西武のこれは与座選手でございます。楽天の岸選手でございます。で、オリックスの、平野選手でございます。ソフトバンクの、これ柳町
選手でございます。ヤクルトのこれは西田選手ですね。ちょっとねバージョンが違いますが、こちらで、ね、99枚の、シールでございます。はい、で巨人の田中選手でございます。広島の坂倉選手でございます。阪神の湯浅選手でございます。ヤクルトの青木選手でございます。横浜の山崎選手でございます。中日の龍空選手でございます。5袋目でございます。で日ハムの新庄監督でございます。西武の吉川選手でございます。ロッテの中村選手でございます。日ハムの上沢選手でございます。楽天の松井選手でございます。オリックスのこれは内藤選手でございます。ソフトバンクの甲斐選手でございます。横浜のこれ林選手でございますが、こちらもね99枚限定のシールでございます。で巨人の丸選手でございます。広島の森浦選手でございます。阪神のこれは中野選手でございます。でヤクルトの山田選手でございます。で、こちらは横浜の松尾選手でございます。中日の清水選手でございます。6袋目でございます。日ハムの清宮選手でございます。西武の、これは平選手でございます。ロッテのこれは増田選手でございます。楽天のこれは則本選手でございまして、オリックスの宮城選手でございます。ソフトバンクの三森選手でございます。でソフトバンクの周東右京選手のこちらでございますね。明らかにね見た感じでなんか違う感じが出てきます。これが5枚シールでございます。はい、続けていきます。巨人の、これは戸柱、戸郷選手でございます。広島の牛田選手でございます。阪神のこれは浜地選手でございます。中日の、これは、中地選手でございます。ヤクルトの、高橋選手でございます。横浜の、これは桑原選手でございます。中日の、ロドリゲス選手でございます。7袋目でございます。西武の野田選手でございます。ロッテの松田選手でございます。西ハムの松本選手でございます。西武の平選手でございます。で楽天の辰巳選手でございます。でオリックスの山本投手でございます。でソフトバンクの藤本前監督です。でこちらね青柳晃洋選手、阪神タイガースのカードでございます。で阪神の梅野選手でございます。巨人の
高梨選手でございます。広島の菊池選手でございます。横浜の、これは楠本選手でございます。中日の、中志選手でございます。ヤクルトの西田選手でございます。最後の、8袋目でございます。西武の松本選手でございます。ロッテの中村選手でございます。日ハムの新庄監督でございます。ソフトバンクの今宮選手でございます。楽天の石川選手でございます。現在はヤクルトに在籍しております。オリックスの比嘉選手でございます。ソフトバンクの周東選手でございます。こちらノーマルでございます。阪神の西選手でございます。巨人の中田選手でございます。現在は中日ドラゴンズに在籍しております。広島の斉藤選手でございます。ヤクルトの清水選手でございます。で、横浜の松尾選手でございます。中日の優空選手でございます。で、最後はヤクルトの高橋選手でございます。はい、以上で2023 NPB ベースボールカード開封動画後編を終わりたいと思います。で、直筆カードは出なかったんですが、5倍尻というね、限定カードが出たってことは良かったんじゃないかなと思います。で、明日もやります。明日はですね、リベンジ企画ですね。横浜 DeNA ベイスターズベースボールカード2023の開封動画、今度ね、2箱目やりたいと思います。前回はね、直筆サインカード出なかったのでね、今度は直筆サインカードをね、目指してね、リベンジしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なお、私も、メンバーシップをやっております。メンバーシップはよりマニアックな開封動画をやっておりますので、興味のある方はぜひ見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。